クラブはこの試合の重要性をよく分かっているでしょう。今日勝ち点3を挙げればノックアウトラウンドへの進出が確定します。試合開始を前にしたリスボンの街にはサポーターの歓声が響き渡っています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。この試合はチャンピオンズリーグのグループステージ、ベンフィカがアヤックスと戦います。アウェイチームはこの試合の結果によってはグループステージ突破が確定します。早く決めてしまえば楽になれますが、思い通りにいかないのもサッカーです。果たしてどうなるのか見ていきましょう。この試合はウェファーチャンピオンズリーググループステージ第4節です。現在前半が行われています。そろそろ明暗が分かれるグループも出始める頃ですね。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。福西さん、今日は選手たちのコンディションも気になるところですね。はい、万全の体制で臨んでほしいですね。ベンフィカのボールで試合が開始します。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ピッツィ、ドゥシャン・タディッチ、スペースに見事なスルーパス。ここから狙うのか、リードを奪いたい。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。違うアングルから見てみましょう。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。さあキックオフ、試合はアヤックスがリードしています。サイドにスペースがあります。ハキム・チェイク、ノゼア・マズラビ、キープに苦しんだのか相手へのパスとなってしまいました。ガブリエル、ボールを奪った。いいタックルでした。ボールを取り戻しました。見事なプレス。何をしてくるのか、何を狙うのか、仕掛けてくるのか。ボールは相手に渡ります。ボールを持って上がります。ここはしっかり当たらないシュートでした。
抜いてきたぞ。絶妙なパス。早くも同点ゴール。試合開始直後からご覧の激しい攻防。両チームとも前半から全力で勝ちに来ている様子がうかがえます。ゲームの流れを先に掴んだチームが優位に立てそうですね。ブリント、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ロゼア・マズラウィ、さあどうする。ファンデベーク、ジョエル・フェルトマン、ファンデベーク、パスが通った。マイナスのクロス、これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。中に入れた。シュートはディフェンスに当たりました。いいボールでしたがここはクリア。ロゼア・マズラビ、タディッチ、ファンデベーク、ハキム・ツィエク、チャンスにできるか。狙える位置です。何かしてきそうですが、ここから先の出しどころに苦労している様子です。ファンデベーク、リードを奪えるか。素晴らしいゴールが決まりリードしています。試合の流れからして不思議はないですね。さらに得点する可能性も高いですよ。ゴール前での落ち着きが光るゴールでしたね。はい、ああいうチャンスをものにできると試合が楽になります。別のアングルからご覧ください。センターサークルから試合が再開されます。アヤックス、リードを守れますでしょうか。高いパスが味方に出る。デトマス、副審がオフサイドの判定。これは惜しかった。ちょっと超えてしまいましたね。ギリギリでした。これを繰り返し狙っていけばチャンスになりそうです。ダレイ・ブリント、ドゥシャン・タディッチ、これは相手にパスしてしまいました。いい位置です。サイドから中を狙う。ダビド・ネレス、このシュートは外れます。攻撃に移りたい。ファンデベーク、マルティネス、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。何度見てもこのシュートを決めるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。でトマス、ダファ・シューバー、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。マルティネス、ロゼア・マズラビ、ツィエク、ハキム・ツィエク、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。チーム本来のプレーができていないことにサポーターも怒っているようです。攻める時間がほとんどありませんからね。ボールを持った相手選手に素晴らしいスキルで抜いてきます。アヤックス、サイドのスペースが広く空いています。素晴らしいボールだ。低いボールを強く入れた。ここから狙うのか。でトマス、
素晴らしい視野です。ピンチが続きます。ラファシューバー、ここは枠内に飛びません。ノゼア・マズラビ、ハーフタイムとなりました。グループステージを戦うこのチームですが、状況次第とはいえ、前半はアヤックスがリード。いよいよ後半開始です。ドニー・ファンデベーク、ドゥシャン・タディッチ、ジョエル・フェルトマン、ここで勢いが止まってしまいました。ビッグチャンスだ、あとは決めるだけ。ゴール、アヤックス決めました。的な試合となってしまいました。でトマス、相手ボールになります。パスが通る、ゲームを作るパスが光ります。パスをカット、いい読みでした。アドバンテージです。素晴らしいボールです。デレス、今度はゴールならず。はい、そうそううまくはいきませんね。ボールは来てますから、まだまだ狙えますよ。ハキム・チェーク、自在にパスを通していますね。ハキム、おっと裏へ出した。ゴールキーパーが飛びついて止めた。さあボールを蹴った。クリアしきれません。実力拮抗のカードと思われていましたが、ここまではワンサイドゲームになっていますね。ほんの少しのところで違いが出てしまっている感じですね。ドニー・ファンデベーク、ドゥシャン・タディッチ、マリン、いいところを見ていました。ベレス、チャンスにできるか。ベレス、タディッチ、決まった。素晴らしいシュートだ。至近距離から決めてきました。最後はキーパーも防げません。はい、自分でシュートを打ちに行く選択肢もありましたが、確実にパスを選択しましたね。この展開を誰が予想したでしょうか。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね、この試合内容では無理もないですかね。ゴールキーパーが狙われています。ボールを奪われました。でトマス、このパスはカットされました。カウンターのチャンスです。ツエク、ゴール前に入ってきた。このボールは止めただけ。クリアできるか。ラファシューバー、
見事なスルーパス。ゴールにつながるプレーとはなりません。マルティネス、素晴らしいスルーパス、入った。ボールはゴールの中へ。素晴らしいシュートです。ペナルティエリアで持たれて低めに決められてしまうと守る方としてはどうしようもないですよね。このゴールがとどめかもしれません。点差がさらに開きます。強いチームですね。このままいけばまだまだゴールを奪えそうです。この展開は予想できませんでした。モディ・トラオレ、相手ボールになりました。ファンデベーク、相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。ベンフィカ選手交代です。ボールをはっきりクリアしたい。タディッチ、ベレス、シュートをブロックした。クリアしてピンチをしのぎます。前の選手が低い位置でボールに触りました。ドゥシャン・タディッチ、ダレイ・ブリント、慎重に攻撃を組み立てています。キーパーへバックパス、ジョエル・フェルトマン、仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ボールをクリアしました。ダレイ・ブリント、マルティネス、ドゥシャン・タディッチ、ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ボールは相手に渡りました。デ・トマス、いいところに出た。キーパーがこれを止めた。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。エリア内へ向かうか。ここで試合終了です。この結果によりこのチームはUEFAチャンピオンズリーグのノックアウトラウンドに進みます。まあ順当な結果かもしれませんが、それにしてもしっかり